N, N, ジメチルアニリンはアニリンから誘導される有機化合物である。ベンゼン管と2個のメチル元で置換された網の元からなる第3級アミンである。アミン臭を持つ有毒な油状の液体で溶媒や合成の原料として使われる。純物質は無色であるが、販売されている液体は黄色である。クリスタルバイオレットなどの染料の染具体として重要である。 消防法に定める、第4類危険物、第3石油類に該当する。ジメチルアニリンは1850年、アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンがアニリンとヨードメタンを、加熱して、初めて合成した。現在、工業的には、アニリンとメタノールを硫酸を触媒として縮合させ、生じる硫酸子を塩基で中和している。また同様に、ジメチルエーテルを使用して、 メチル化で合成することもできる。ジメチルアニリンはアニリンと同様に弱塩基や吸覚剤としての性質を示す。混酸でニトロ化するとテトリルを生成する。これは4個のニトロ元を持ち爆発性を示す。また N、グチルリチウムを作用させるとジメチルアミの元のウルトイがリチオ化される。ジメチルアミの元はアルキル化を受け第4級。 アンモニウム塩を生ずる。また、氷冷化で、スルファニル酸をアショウ酸ナトリウムで、ジアゾ化して作ったスルファニル酸の、ジアゾニウム塩溶液に、ジメチルアニリン塩酸塩溶液を加えて、ジアゾカップリングさせると、酸塩基地薬のメチルオレンジが合成できる。ジメチルアニリンは、マラカイトグリーンや、クリスタルバイオレットなどのトリアリールメタン系染料の、染具体として重要であるほか、 その他の有機化合物の栓具体としても使用される。またポリエステルやビニールエステル樹脂の成形の際に促進剤として利用される。モルモットやウサギとがスクロマトグラフィーを使用する試験管内でのジメチルアニリンの新陳代謝の研究で新陳代謝のサイクルでの脱メチル化や n オキシド化の仕組みが確認され、環状ヒドロキシカのシステムを確立した。ありがとうございます。